はい、こんにちは、のびかずです。本日はですね、今髪型が結構ゆるくパーマが前回ねかけてたやつがちょっと取れてきて、かなり極ゆるにスパイラルかけてたのが落ちてる状態なんですけど、もうちょっとねパーマ感が欲しくて、今日ここにねニュアンスの本当に緩めのパーマをちょっとかけてもらおうと思います。なので今日はニュアンスパーマで坂口健太郎さんヘアに大変身できんのかいっていうね、そんな動画でございます。今日はちょっとサイドパートで上げてたんですけど、最近結構マッシュベースで、ちょっとトップにもレイヤーを入れた少し軽めなスタイルで、サイドとバックは刈り上げないナチュラルな感じっていうのがねオーダーの仕方なんですけど、まあその辺も踏まえてオーダーの仕方だったり、その今日のパーマのオーダーの仕方とかも解説していけたらと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。それではパーマかけていきます。お願いします。はい、じゃあね、こちらはウェットのビフォーです。お願いします。ロッドはイエローの巻き下ろしのニュアンスパーマです。目が茶色い。今日は美女2人に巻いてもらってます。おすずちゃんです。あおちゃんです。ちょっと腰に行きます。邪魔してました。巻いてもらってます。ありがとうね、仕事終わりにありがとうね。そう、もうちょっとです。巻き上がりはこんな感じ。サイドはボリュームが出ないようにインパーマを入れてます。こんな感じの緩めニュアンスパーマの構成です。ありがとうございます。薬を塗布していきます。さあどうなるか楽しみです。温めます。えい、ハートマーク、ラブ。これは UFO って言います。 UFO です。それが何って感じだけどね。外していきます。外していきます。さあアウトです。流します。かかりました。マッサージが効く。はい、ということでね、今回は、軽めのマッシュスタイルに、緩めなニュアンスパーマをちょっと、ね、かけてもらいました。やっぱりパーマがかかると結構かける前は緩く残ってはいたんですけど、やっぱ結構変わりますね。ニュアンスパーマでもこのぐらいイメチェンできるんで、
パーマーもしね興味ある人はぜひ参考にしてみてください。ということでアウディー。